読み方が違うんですよ。ここね読み方が違った。でこういうなんだこれ、すごい自然かと思ったらプラントバッチリあるね。バッチリあるね。これ梅津寺って呼ぶんだ。で、あそこじゃねえか、あれ。あそこになんか吊るしちゃダメだよね。スカーフとかで。ここだよ、ここ。まさかね、赤菜やリカちゃん、離婚するとかなった。あ、ほら。出たよ。こんな風景だったんだよ。ねえ、もう、丸す、ほら、誰かつけてる。恋のプラットフォーム。こういう風景だったんですね。あの学校がそうなんだね。で、バイクで来てるせいでね、みんなね。こういう風景です。ちょっと思ったのとちょっと違う。マンションも建ってるし。はい、せっかく来たんで、切符買ってこう。切符売ってくんねえかな。これもしかしてすげえ綺麗になると思う。これこのまま言ったんじゃダメだよね。切符買いて。梅津寺。これね、すごいよ。で、これ、電車結構本数だよね。1時間に3、4本来るんだな。これ結構来るよ。で、みんなこれ、あの学校行くんだろうね、みんなね。ちょっとあんまり詳しくないからあれだけど。もうここだけ来ただけで十分。ちなみにこんな、ちょっと撮ってみますかね。切符買いてぇなぁ。あ、しかもこれ、坂の上の雲。はい、切符買いました。大手町ってとこで降りると帰りがいいみたいね。で、ちょっと、本当はね、街見た方がいいんだろうけど、私は、松江町行こう。で、この、行く。すごいね。すごい。15分ごとに来るみたいですね。はい。こういう景色ね。のどかのようで、実は、生活十分できる場所だったね。すごい。来ちゃったな。ほんのちょっとの滞在時間ですけど、ね。東京の目黒の、なんとかしようとか言われた橋とか行ったな。ちょっと、S なんとか X しよう。なんかね、ここだよ。これ最終回だ。そう、麻布十番駅の公園の、水流れる公園とか行ったな。あれオープニング。羽田空港から京浜急行で渋谷、道玄坂の会社まで行くルートも知っている。はい、梅津寺の駅、電車が入ってきます。すごい。じゃあ松山城へ目指します。松山城はね、いいかな、こんな風景。松山城はね、見えなくても、まあ、おー、どうも